手のひら優雅ともみの木光でございます皆様どうもごきげんよう,んようはい今年手のひら優雅の誕生日までに、はい、チャンネル登録者1万人を目指しておりますので、はい、ぜひぜひ皆様チャンネル登録の方よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします はい本日はですねフリートークでございますはい今年一発目でございますはいえっとですね昨日になるんですけれども舞台呪術怪戦を二人で見に行かせていただきましてはいまその舞台にはあの私たちねあの以前から仲良くさせてもらってるあの平祐朱里ちゃんっていう 子が出ておりまして。はいはい。あの平井ゆうじゅりちゃんはですね。平井ゆうゆうりちゃんは。元宝塚のゆきくの男役さんの。<laughs> うん、ゆうとイリアくなんですよね。そうなんですよ。あの手のひらゆうげの名付け親でもある、ね。んですね。じゅりちゃんなんですけど。彼女があの歌姫役で。出演するっていうので。うんうん、もうそのね、告知があった瞬間、私はもうじゅりちゃんに連絡して。<laughs> じゅる。呪術廻戦でんの?。すごいやん。<laughs> チケットチケット取ってチケット取ってもらってすごい2.5次元って今すごく人気があるのでチケット取れるっていうイメージがなかったのでこれは何としてでも見なければと思ってすごい久しぶりにュイちゃんの舞台も見させていただいてでも私アニメ好きなので「呪術廻戦」もずっとアニメの方では見てるので好きねしかもちょうど今回は「京都姉妹後編」っていうそういうところの場面だったんですけど。 うんうん、私そこが一番好きでめちゃくちゃ見てたんですよ何回も何回も。<laughs> 何回も見てたよね、うん、でもねやっぱりアニメが舞台化って、うん、まあ今多いですけどどんな感じなんかなって思って。 てたらまあすごい再現率ですごいよね。うん、一段の違和感もなく見れたし、なんかあれ戦いのシーンとかいっぱいあってさ、あんなどうなるんかと思ってたらさ、うまくやってたね。映像とその舞台をうまく使ってっていうので、そのストーリーもちゃんと忠実にもちろんね、されてますし、本当違和感なく見れてびっくりした。面白かった。ね、すごい面白かった。面白かった。本当京都姉妹後編だけで終わるんかなと思ったら、ちゃんとその先の ね、皆さん見てる方わかりますよね第1期の最後のところまで全部あったんですよね。かすごいしかもね、うんまあ、ジュリちゃんの歌姫役プロローグで皆さんちょっとダンスとかされてたんですけど <laughs> なんかね一人めちゃくちゃキレてるんですよね <laughs> <laughs> ダンスが。ねもうパッと見た瞬間もう歌姫と思って <laughs> いやもう絶対今のここだけ見たらあなたが一番強いよ。<laughs> でもすごいね樹里ちゃんもすごい上手でよくってすごい大満足大満足でねの舞台なかなかねそうやって外の舞台見る機会も少ないのでいい機会もらってね。 もっとほかのも私的には「2.5次元」見たいですね。見たいよね。アニメとか漫画を舞台化するとか多いや多い。ね。宝塚でもねめっちゃ多いじゃないですか。いうても「ベルサイユのバラ」に始まりね「オルフェウスの窓」とかね最近で言ったら「ルパン三世」とか「ローニ銀河英雄伝説」。 あれティハンターティハンターもやいろいろやってるよねもみちゃんがね私が好きやんアニメ好きめっちゃ好きなんでねこれをやっぱり宝塚にこれやってほしいっていうなんかないあ宝塚でやってほしいアニメ作品みたいなやつそう漫画作品あいいんじゃないそれ考えようやないのいやでもねあるある あるよ。いや、でもね、これね、今日ね、ついに私、やらかしてやっちまったんですよ。ついに。ディーアニメに入ってしまいました。ディーアニメ。ディーアニメって、アニメ専用チャンネル。を月々サブスクで見れ。やっちゃった。五百五十円毎月払ったら。見れるっていう。入ったん。入っちゃった。じゃ、あのね、今まで、甘え、アマゾンプライムで。はい、はい、はい、見れます。うん。 でもこれみたいのにあこれは課金しないと見れないやつかみたいなのがいっぱいあるのよ。一、はい、話だけ無料やあ,ーありますあります。ビア、まあ、アニメ入ったらそれが全部 <laughs> もうストレスなく全部見れるのよ。なるほど、ね、でもう今日も全部ウォッチリストにババババ。一入れて。もうしばらくはもう私の人生アニメ付け。うん、もう天国やな。やばい。<laughs> もうねもう楽しみで知らなくて。 はいっていうところなんですけどいや私がねやっぱりその宝塚で舞台歌って言われた時にうん、うん、パって思いついたのがはい、はい、何悠々白書なんですよゆ聞いたことある知ってる多分こ,、うん、これねもうまさしく90年代私が小学生とか中学生の時に流行ってた、はい、もう大流行りしてたドラゴンボールに並ぶぐらいのそんなに悠々白書なんですよ そうなんやそうまあこれは宝塚ってどうしても男役さんメインになっちゃうじゃないですか。ってなると悠々、うんまあ、白書のもう主だったメンバーはもうほとんんんど男のの子ななですねねそうあ不良の男の子が交通事故で亡くなっちゃって生き返るんですけど生き返るためになんかまあいろいろごちゃごちゃあって。 で、そこから幽霊探偵みたいな、なんか、<ー>誘拐探偵みたいな、なんか、なんか、そういう。お化け専門の、なんか探偵みたいな、推し。<う>で、いろいろ戦い。とか、ね、あっ,てあってで、やっぱね、みんなさんが好きなキャラクターみたいなのが、こう、で、いっぱい出てくるんですよ。なるほどね。よく聞きませんでした。ヒエハクラマハみたいな。ああ、聞いたことある。うん、<laughs> そんな感じで、あの、かっこいいキャラ、ちょ、美しいキャラみたいな。 のが出てくるんですよいっぱいあるんやね妖怪の中でもなるほどだからでちょっとアクションシーンもありみたいなで常にあののそ主役のユウスキについてるボタンちゃんっていうね幽霊の可愛い女の子とかもいたりするのであこれは全然ありなんじゃないかなそうユウユウハクショみたいなってまず思いましたなるほどねキャラ立ちがするでねキャラ立ちするって何かありますか 私ですか、うん、私アニメあんまり見ないんで、あれですけど。私、ねうん、あのルパン三世はやったんですけどね。あ,ねあのルパン三世の、うん、私はカリオストロの城が大好きなんですよ。カリオストロいいですね、<う>宮崎駿さんとの。だから、あれの場面を。うん クラリスをトップ娘さんでルバンー世をトップスターさんでやってほしいなってあ,あれは絶対できるよね、うん、もうもうできるやつやねめっちゃ好きやからあれわ、うん、かるわこんな感じかな、うん、ちょっとやっぱ最近のもので言ったらやっぱ異世界転生系がすんごい多いので今のアニメって何か異世界転生系の何かやってほしいなって思いますまあいろんなあるんですけどサスペンスからなんか本わかしたやつから でも天性系、ファンタジーみたいな感じ、ファンタジーだね。うん、たか、うん、にぴったりやん。ぴったり。ぴったり。で、まあ、きれいなお姫様が出てきたり、お姫様が出てきたりみたいなのももちろんありますし、はいはい、もっとドロドロしたようなのもありますし、なるほど。もうどれ選んでもらってもいいから、異世界天性系はい、はい、やってほしいと。言うたら、まあ、鬼滅とかでもさ、はいはい、もう全然できそうやし、そうね。あのキングダムとかも、私は見たいよ。 キングダムね。キングダムとか宝塚でやったら歴史物語壮大でさ、あれ舞台化はされてるよね。確か舞台化されてると思う。全然宝塚でもいけると思う。いけるよね。誰が大き将軍やるの？めち大好きだ。問題好き。とかね。でもでも私は最終たどり着くところはもうこれやと思ってるんですよ。もうドラえもんですよ。

ドラえもん <laughs> ドラえもん,えもんで3番手くらいがジャイアンとかさで <laughs> 若手の進行やるぐらいの人ができすぎくんみた <laughs> いな分からんでこう敵,敵とか作る可能性もあるやんそういうお話もできるし、うん、も最悪、うん、ほらドラえもんが出ないバージョンもあるじゃないですか大人になったのび太くんとかさ感動する話いっぱいあるじゃないですかドラえもんはも妄想っていうかドラえもん。 みたいな感じで、うん、そうそう出てくる出てくる,出てくるか <laughs> いやでもドラえもん私全然できると思っててお話泣くよね泣く泣くよねい,いい話本当といっぱいあるんですよ子供さんとかも全部見られるもんね,ねみんなが誰もが知ってる一回は見たことあるドラえもんじゃないですか<ー> <laughs> それを宝塚でスタイリッシュにかっこよくやるなるほど、うん、めっちゃいいと思うの <laughs> で感動する話ね 友達大事にとかもうのび太くんええやつやからマジでいいややめっちゃええやつやからドラミちゃんドラミちゃんは <laughs> あれやんかあのちょっと2番手のできる娘役さんみたいなポジションの人いるでしょいます20、ね、年代で言ったら羽根千里さんとか志優友香さんとかほら志野友香さんとかさなんかもうそ,その辺のちょっとできる娘役さんポジションの方いらっしゃるじゃないがやるドラミちゃん。 ジャイコはいやジャイコってね実はめっちゃいい子ですからね実力もあるしなるほどうんいやジャイコはあれ新高のトップやるような娘役さんあの若手のもしくはドラミちゃんと逆でもいいよあそうねドラミちゃんをその若手がやって二番手のちょっとできる娘役さんがジャイコやったらいいそっちやねそっちでいこうジャイコマジでいいと思うめっちゃおもろいんやけどドラえもんだから戦国劇うん 宝塚めちゃおもろいでさトップさんがさ「あんなこといなってきたらいいな」いやでもあれだけじゃなくて今もうんかねもっといっぱいいい歌いっぱいあるんですよ主題歌っていうか「青い空はポケットさ」とかさ いっぱいあるのよ。で、今なんか、なんか星野源さんとかが歌ってたりとかさ。さ <laughs> ありますよね。ね、あるじゃない、うん、なんか。でも、まあ、私たちのドラえもんは、もう。はい 今のドラえもんじゃないから、九十年代のドラえもん、やっぱの信代さんのイメージの時代をやってほしい。うん、信代さんのイメージね。<laughs> うん、なるほど。あの時代の感じのドラえもんの歌をいっぱい歌ってほしい。なるほど <laughs> ね。入れつつ。最終的にドラえもん。うん、ドラえもん。いやでもね、なんか聞いた話によったら、もう舞台化できないものなんかないっていうアニメで。ああ、そっか。っていうのを一回聞いたことがあって、ああやっぱりもう時代は進化してるんだなーって思って。じゃあもうドラえもんも全然できるやん。そうやね。 できるよねだってタイムマシン乗るなんて簡単なもんやで簡単やここにタイムマシン作ってもってそこに乗っかって後ろペレ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 って映像出してもらったらねもなタケコプターもねタケコプターも飛べるでどこでもドアも行けるよなどこでもドアなんてさ全然行けるやんドアさえあればみたいなね。 でこっちとこっちの国の人をみんながコすスでちょっと違う感じでやっといてもらったら、うんねうん、日本の人を氷河の人みたいなさ <laughs> やってもらうすぐも<れ> <laughs> <laughs> どこでもいけるわ。 はい、そんな感じ。そんな感じでね。皆さんもね、そのアニメで、ほら、して、ね、知ってほしい宝塚のね。あ、もう。舞台の。見たの聞きたいわ。聞きたいですよね。やっぱりさ、どうしても偏るからさ。そうね。皆さんのをいっぱい聞きたい。そうね。ね。どしどし、皆さんコメントで教えてください。はい、お待ちいたしております。はい。それでは、手のひら優雅と、もみの木、光でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。